臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。本日14時30分、東京湾竹島桟橋付近から到着した巨大生物は浜松町を中断し、現在鳩ヶ山方面に進行中であります。付近の住民は直ちに避難してください。あ、ただいま港区北側大高山に対して。